YouTuber の竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会長の一番最初の親分坂本義一会長についてお聞かせください。あ、この人は一言で言うたら人物やったな。竹中武史組長を裏切らんと最後まで言ったのは坂本義一会長ただ一人、まあ裏切ったらおかしいけどな、よその組いかなんだのはな、竹中正久親分の時は頭して親分に一番信頼されとったわな。私が若衆になった時は頭補佐やったけどな、この坂本義一いう人は金儲けが下手よ。そやからその時にこの竹中正久親分の姉さん中山清美、この人が付き合いでけへんやったらうちが金出したるから言って、坂本さん言ってあんた頭受け時って言うたらしい。ああ、そうなんですか。だから中山清美姉さんにも、まあ可愛がられとったわな。で実績言うたら竹中組で一番よ。渋谷組いうとこにおったんやけど、そこで当時構想相手の恩和会の幹部を日本刀で切り殺したわけよ。で懲役10年行って、その実績も文句ないわな。その渋谷組で頭しとったのが私とこの義龍会が発足するときに顧問でおってもうた南村義勝よ。で南村が頭しとって沢本義治会長はまだその当時は枝の若しやった言うよ。年一緒やけど、でもそなして、まあ、南村とか皆その事件一丁感動らしい。そやけど坂本義一と竹村さん言うてこの二人でかぶっていったらしい。竹村さん言う人は懲役帰ってて仇になったらしいけどな。でその今言うた南村義和、それから別の事件で懲役7年行って、でその時に渋谷組の組長が死んで解散になったんよ。で皆この港組へ行かなあかんなんだんやけど、この南村義和は姿に勝を盆野さんの舎弟になったんや。だから懲役行く前に姫路の長老神田幸松組長と兄弟分やったから、若い衆皆神田組に預けていったらしい。そんなんも金やったんかな。そら南村義和言ったらピリッとしとったおっさんよ。坂本義一会長の話に戻るけど、私は坂本会でまあ気ままにさせてもうたわな。私が坂本義一会長以外の人についとったらヤクザでは務まってないわな。それだけ無茶しよった。当時ヒロポンちょったしな。そらもう近所の犬が私の顔見たら尻尾下げていくぐらいそんな私をやっぱり面倒見てくれたわな。ほで私は竹中正久親分、いまだに腕にまで名前を刻んで、で分骨して五輪塔に入れとういうのは、私がヒロポンで来るとう時に坂本義一会長に「悟る面倒見たれよ」と「よっちお前が面倒見な誰が見るんだい」って唱えて言うてくれたらしい。で私は波紋状が回っとう時もあったんよ。その波紋状が親分の部屋応接間に置いてあって、で親分に呼ばれて行ったんよ。でその時に悟るよ言って「ヤクザしとんやからな、何しとってもええ」と。しかし田岡和夫、俺の親分が覚醒剤やめとけ言うのにな、若い子である俺が構え言えるかと。でまあ当時竹中正久親分なんかの先輩で大西リーチいう人がおったらしい。三代目の映画にも大前金がなって出てくるけどな、その人が田岡和夫組長の一番信頼する人やったらしい。で大西利一さんが潰れて、それから田岡和夫三代目も覚醒剤いうのを嫌うようになったらしい。座敷牢まで作られてたみたいですよね。ああそうそう、田岡文子姉さんが座敷牢作ってその大西さんを管理しとったよったな。せやから昔の親分言うたらそんだけ情があるんよ。私はいつも言うけど、この男の世界義理なんか必要ないんよ。
おんだけ思っとったらええよ、うん、全ては人情、人情のないに根についとったらあかん、おんだけ感じとったら解消ができたら返していったらええしな、そうですね、その言うたら恩を返していけるのも人情がなかったらできへんわけよ、うん、だから人の世の中で一番大事なのは男は人情、これは私は肝に銘じとんよ。会長、人情に差をさせば流されるというんじゃないんですか。古い言葉よう知ってんな、はい、いや昔から言うやんか、人情に流されたらあかんて、そこはどんとしっかりしとかな、お人よしだけで終わってしまうわな、後であいつに情をかけだったのに言って泣くこと言わない、だからそんなこと言わんでもええように、何でも物事は八分目よ、腹も八分目。話は戻るんですが、会長は中野会におられた時に坂本の会長も来られるようなこと言われてたんですよね。ああ、平成9年、うん、中野会が絶対になる1年ほど前な、はい、俺はもう一遍役座するわ言って、というのは現役時代とその仇になってから言うたら全然人の接し方が違うわな、そら坂本の会長で私は忘れられへんのは、ちょうど私が中野会行って、まあ、その時坂本の会長仇になっとったわな、ほんでプライムいうラウンジ行っとったんよ、その時にこの大石の中塚の射程がポンと入ってて、会長こんばんは言って挨拶したんよ、坂本会長が「おう」って返事したん、その若い衆が「わしあんたに挨拶しとんちゃいまんねん」って、「わしらは今一番偉い人が偉い人でねん」って、そないで言うて坂本会長と姉さんと二人顔真っ赤にしとった、そういうこともあってこのまあ義理会勢いよかったしな、まあ、中野太郎親分の意向があったからやけどな、だからそんなんで私そこの顧問で札も上げとったんよ、ほんで会長言ってそろそろ八幡の中野太郎親分宅挨拶に行かなあきめんがないって言うたら悟るよ言って、俺はお前竹中組の坂本いたこんなんや思われてもあかんからもうちょっと体元気になるまで待て言って、そうなんですね、うん、そりゃええ人やったな、うん、坂本義一会長のお骨御林塔に入れられてるんですね、うん、竹中正久親分とか西村学とかまあ皆一緒に入れてるわ、私はこれは坂本義一会長に対するこの親孝行やな、うん、姉さんも死んでもだから結局坂本の会長の墓いうのないままよ、私とこの御林塔だけよ、あ、そうですか、うん、姉さんによう分骨してもろとったこっちゃ、では本日はこれくらいでありがとうございました。ありがとうございました。